思いを乗せた優駿たちがここに集結しました。用意された舞台を駆け抜け頂点に立つのはどの馬か。いよいよ発走です。スタートしました。各馬綺麗なスタートです。さあ先行争い、ボーンディスウェイ前に行きそうです。コマンドライン、それに続いています。さらにはアスクワイルドモア、12番オニャンコポン、その後ろ先手を取ったのはボーンディスウェイ、グランドライン、そのうちに続いています。その外にアイラーテソーロ、内からはジャスティンパレス、内からはキラーアビリティ、その外からフィデル、緑の帽子、グラウンドマジック、その後ろ。この辺りで各馬第1コーナーをカーブして第2コーナーに向かいました。すぐ後ろにマテンロレオン、さらにはサトノヘリオス、並んで1番シェルビーズアイ、ラーグルフ、すぐ後ろ最後方にバケルナルスター。各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。もう一度先頭から 1000m を通過。ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。先頭から最後方までおよそ20馬身、これは縦長の展開です。一気に先頭に立ちました。6番コマンドライン、さあ先頭はまだ6番コマンドライン、2番手はオニャンコポン、間を挟んでフィベル、3番手。この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。さあ先頭はコマンドライン、離れてオニャンコポン、離れてフィデル。さあいよいよ直線の攻防、オマンドライン先頭、後続とは3馬身以上、さらに突き放します。残り 200m、 後続は大きく離れた。2番手はオニャンコポン、オマンドライン1着、オマンドライン完勝。2着はフィデル、勝ったのはオマンドライン、このレースを制したのはオマンドライン。それぞれの思いを乗せた優駿たちがここに集結しました。用意された舞台を駆け抜け頂点に立つのはどの馬か。いよいよ発走です。スタートしました。各馬揃った見事なスタートを切りました。先行争い、何が行くでしょうか。ボーンディスウェイ前に行きそうです。コマンドライン、それに続いています。さらにはアイラーテソーロ、12番オニャンコポン、その後ろ先手を取ったのはボーンディスウェイ、その外からアスクワイルドモア、グランドライン、それに続いています。その隣にキラーアビリティ、その横にジャスティンパレス、すぐ後ろにグラウンドマジック。この辺りで 1,2 コーナーの中間点を通過。サトノヘリオス、そのうちに続いています。並んで1番シェルビーズアイ、その外にマテンロレオン、その外にフィベル、内からはアケルナルスター、最後方にラーグルフ。各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。もう一度先頭に戻りましょう。 1000m を通過しました。ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。6番コマンドライン、レースを引っ張ります。さあ先頭は依然として6番コマンドライン、2番手はアスクワイルドモア、間を挟んでボーンディスウェイ、3番手。後続集団も追い上げにかかります。さあ先頭はコマンドライン、ジャスティンパレス、その後ろ。さあ直線に入りました。これからの勝負、ここで先頭変わりました。先頭はジャスティンパレス、あと 200m。 2番手はコマンドライン、ジャスティンパレス、粘るジャスティンパレス、ジャスティンパレス、1着、2着はオニャンコポン、3着にサトノヘリオス、ジャスティンパレス、見事このレースを制しました。それぞれの思いを乗せた優駿たちがここに集結しました。用意された舞台を駆け抜け頂点に立つのはどの馬か。いよいよ発走です。スタートしました。各馬まずまずのスタート。先行争い、何が行くでしょうか。アイラーテソーロ前に行きそうです。コマンドライン、それに続いています。さらにはボーンディスウェイ、12番オニャンコポン、その後ろ。先手を取ったのはコマンドライン、その外からアスクワイルドモア、内からはグランドライン、さらにはキラーアビリティ、その隣にジャスティンパレス、その横にフィデル、グラウンドマジック。この馬もこのグループ、シェルビーズアイ、そのうちに続いています。青の帽子、サトノヘリオス、その後ろ。すぐ隣にマテンロレオン、内からはアケルナルスター、しんがりからラーグルフ。各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。もう一度先頭に戻りましょう。6番コマンドライン、依然として先頭。 1000m を通過。ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。先頭から最後方までおよそ20馬身、これは縦長の展開です。アスクワイルドモア、その前に進出、そして大きく離れてボーンディスウェイ、この位置です。この辺りで先頭が変わりました。アスクワイルドモア、コマンドライン、ほとんど差がありません。間を挟んでボーンディスウェイ、3番手。この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。さあ先頭はコマンドライン。さあいよいよ直線の攻防、コマンドライン先頭、残り 200m を通過して、さあ先頭は今度はジャスティンパレス、2番手はコマンドライン、ジャスティンパレス、先頭だ。先頭はジャスティンパレス、1着でゴール。2着にはどうやらオニャンコポン、勝ったのはジャスティンパレス、このレースを制したのはジャスティンパレス。
それぞれの思いを乗せた優駿たちがここに集結しました。用意された舞台を駆け抜け頂点に立つのはどの馬か。いよいよ発走です。スタートしました。アスクワイルドモア好スタートを切りました。ボーンディスウェイ、この馬も好スタートを切りました。ダッシュよく飛び出してボーンディスウェイ鼻に立ちます。その後ろからはアスクワイルドモア、この馬も上がっていく構えです。さらにはコマンドライン12番オニャンコポン、その後ろアスクワイルドモア先手を取りました。少し間が空いてアイラーテソーロ、グランドライン、そのうちに続いていますキラーアビリティ、それに続きます。この辺りで各馬第1コーナーから第2コーナーへ向かいます。並んで8番ジャスピンパレス、すぐ隣に里のヘリオス、その外にピベル、緑の帽子グラウンドマジック、その後ろすぐ後ろにバテンゴレオ、その隣にラーグルフ、シルビーズアイ、すぐ後ろ 1000m を通過しました。ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。先頭から最後方までおよそ20馬身、これは縦長の展開です。しんがりからアケルナルスター、各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。この辺りで先頭が変わりました。ボーンディスウェイ、アスクワイルドモア、ほとんど差がありません。間を挟んでオニャンコポン3番手、後続集団も追い上げにかかります。さあ先頭はアスクワイルドモア、さあ直線に入りました。これからの勝負、ここで先頭に立ったオニャンコポン、残り 200m、 先頭は依然としてオニャンコポン、2番手はジャスティンパレス、オニャンコポン先頭だ、先頭はオニャンコポン、1着でゴールイン、2着はジャスティンパレス、オニャンコポン見事このレースを制しました。それぞれの思いを乗せた優駿たちがここに集結しました。用意された舞台を駆け抜け頂点に立つのはどの馬か。いよいよ発走です。スタートしました。ポンと飛び出したのはグラウンドマジック、綺麗なスタートを切りました。ダッシュよくグラウンドマジック行きました。続いて前へ行くのはボニャンコポン、さらにはコマンドライン15番アスクワイルドモア、その後ろコマンドライン先手を取りました。その後ろからはボーンディスウェイ、その外からタイラーテソーロ、グランドライン、そのうちに続いています。その外にジャスティンパレス、赤の帽子キラーアビリティ、その後ろすぐ隣に里のヘリオス、マテンロレオ、この馬もこのグループ、内からはシルビーズアイ、その外にピベル、ラーグルフ、それに続きます。最後方にアケルナルスター、各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。もう一度先頭に戻りましょう。6番コマンドライン依然として先頭、先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。リードは1馬身から2馬身、グラウンドマジック、それに続いています。これに続くのがジャスティンパレス、さあ先頭は依然として6番コマンドライン、2番手はグラウンドマジック、ボーンディスウェイ、3番手、後続集団も追い上げにかかります。さあ先頭はコマンドライン、離れてジャスティンパレス、ウニャンコポン、その後ろ、さあ直線に入りました。これからの勝負、コマンドライン先頭、あと 200m、 コマンドライン意地を見せる、残り 100m、 コマンドライン粘る、コマンドライン厳しいか。3頭ほぼ同時の入線です。これは大混戦、大激戦になりました。わずかに里のヘリオス体勢有利。それぞれの思いを乗せた優駿たちがここに集結しました。用意された舞台を駆け抜け頂点に立つのはどの馬か。いよいよ発走です。スタートしました。各馬揃ったスタートです。さあ先行争い、何が行くんでしょうか。コマンドライン前に行きそうです。ボーンディスウェイ、それに続いています。さらにはオニャンコポン、15番アスクワイルドモア、その後ろコマンドライン先手を取りました。その後ろからはグランドライン、その外からタイラーテソーロ、並んで11番グラウンドマジック、その横に里のヘリオス、キラーアビリティ、この馬もこのグループ、黄色の帽子ジャスティンパレス、その後ろその隣にピベル、ラーグルフ、そのうちに続いています。並んで10番バテンロレオ、内からはシルビーズアイ、しんがりからアケルナルスター、各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。もう一度先頭に戻りましょう。 1000m を通過、ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。6番コマンドライン依然として先頭、リードは1馬身から2馬身、前はコマンドライン、2番手はアスクワイルドモア、オニャンコポン、3番手、この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。さあ先頭はコマンドライン、オニャンコポン続いています。離れてアスクワイルドモア、さあ直線に入りました。これからの勝負、コマンドライン先頭、残り 200m、 コマンドライン意地を見せる、外から一気に突き抜けるか。里のヘリオス、里のヘリオス、里のヘリオス先頭だ、里のヘリオス、里のヘリオス1着、2着にはどうやらオニャンコポン、3着にジャスティンパレス、里のヘリオス見事このレースを制しました。
それぞれの思いを乗せた優駿たちがここに集結しました。用意された舞台を駆け抜け、頂点に立つのはどの馬か。いよいよ発走です。スタートしました。横一線、綺麗なスタートを切りました。先行争い、何が行くでしょうか。コマンドライン、前に行きそうです。アスクワイルドモア、それに続いています。さらにはオニャンコポン、9番ボーンディスウェイ、その後ろ。先手を取ったのはコマンドライン、間が空いてグラウンドマジック、オレンジの帽子フィブル、その後ろ。内からはグランドライン、並んで5番キラーアビリティ、すぐ後ろにジャスティンパレス、その隣にサトノヘリオス。この辺りで各馬第1コーナーから第2コーナーへ向かいます。すぐ隣にタイラーテソール、チェリビーズアイ、そのうちに続いています。その外にマテンドレオ、内からはアケルナルスター、最後方にダーグルフ。各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。 1000m を通過、少々スローペース。後方の馬は届くでしょうか。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。前の方からもう一度見ていきましょう。6番コマンドライン、依然として先頭。さあ先頭はまだ6番コマンドライン、コマンドライン後続を引き離します。2番手はアスクワイルドモア、間を挟んでボーンディスウェイ、3番手、後続も追い上げていきます。さあ直線に入りました。これからの勝負、コマンドライン先頭、3馬身から4馬身のリード。残り 200m を通過して、コマンドライン後続を大きく引き離しました。後ろはどうだ。コマンドライン強い強い、コマンドライン圧勝ゴールイン。2着はオニャンコポン、3着にサトノヘリオス。勝ったのはコマンドライン、このレースを制したのはコマンドライン。それぞれの思いを乗せた優駿たちがここに集結しました。用意された舞台を駆け抜け、頂点に立つのはどの馬か。いよいよ発走です。スタートしました。各馬きれいに揃いました。さあ先手を奪うのはどの馬か。オニャンコポン、前に行きそうです。ジャスティンパレス、それに続いています。アケルナルスター、どうやら後ろからになりそうです。では前の方から見てみましょう。コマンドライン先手を取りました。その外にオニャンコポン、その外からアスクワイルドモア、内からはボーンディスウェイ、並んで8番ジャスティンパレス。これに続くのがグラウンドマジック、赤の帽子キラーアビリティ、その後ろ。この辺りで 1,2 コーナーの中間点を通過。すぐ隣にグランドライン、すぐ後ろにサトノヘリオス、その隣にフィブル、マテンロレオ、この馬もこのグループ。その外にタイラーテソール、チェリビーズアイ、それに続きます。並んで3番ダーグルフ、 1000m を通過しました。ややスローペースといったところか。これが後方の馬にどう影響するでしょうか。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。最後方にアケルナルスター。さあ先頭は依然として6番コマンドライン、2番手はアスクワイルドモア、ジャスティンパレス、3番手、後続集団も追い上げにかかります。さあ先頭はコマンドライン、間が空いてアスクワイルドモア、4コーナーをカーブして、さあこれからです。コマンドライン先頭、さあキラーアビリティ一気に来た。残り 200m を通過して、キラーアビリティ先頭、一気にサトノヘリオス、サトノヘリオス、サトノヘリオス、1着、2着にはどうやらキラーアビリティ、勝ったのはサトノヘリオス、このレースを制したのはサトノヘリオス。それぞれの思いを乗せた優駿たちがここに集結しました。用意された舞台を駆け抜け、頂点に立つのはどの馬か。いよいよ発走です。スタートしました。各馬綺麗なスタートです。さあ先行争い、何が花を切るんでしょうか。コマンドライン、前に行きそうです。ボーンディスウェイ、それに続いています。さらにはアスクワイルドモア、14番タイラーテソーロ、その後ろ。コマンドライン先手を取りました。オニャンコポン、それに続きます。ジャスティンパレス、そのうちに続いています。すぐ後ろにグランドライン、その後ろからはキラーアビリティ、並んで11番グラウンドマジック。この辺りで 1,2 コーナーの中間点を通過。フィベル、この馬もこのグループ。内からはサトノヘリオス、その隣にマテンロレオ、これに続くのがチェリビーズアイ、黒の帽子ダーグルフ、その後ろ。最後方にアケルナルスター。各馬がターフの上を駆け抜けていきます。 1000m を通過しました。ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。先頭から最後方までおよそ20馬身、これは縦長の展開です。もう一度先頭から6番コマンドライン、依然として先頭。前はコマンドライン、アスクワイルドモア、ほとんど差がありません。間を挟んでオニャンコポン、3番手、後続も追い上げていきます。さあ先頭はコマンドライン、離れてアスクワイルドモア、4コーナーカーブから直線コースに向きました。コマンドライン先頭、2馬身から3馬身引き離す。あと 200m、 コマンドライン意地を見せる。2番手はオニャンコポン、コマンドライン粘る、コマンドライン、コマンドライン、1着、2着はオニャンコポン、3着にサトノヘリオス。
オマンドライン、見事このレースを制しました。